今日のご理解です。池上金光大臣三好恵張ご神君一つ信心して御影のなき時はこれぞ不思議なることぞ。大坪総一郎氏身にご理解あり。打てば響くおかげの受けられるのがお道の信心です。私は初めてお願いに参ってくる信者に、必ずおかげの印が見えてくるから一心にすがってこいと申します。ところが大概の人が後の信心が続きません。今ある姿というものはもちろん大切ですが、それにも増してもっと大切なことは何を求めておるかということだと思います。私どもの未来と言いましょうか、将来と言いましょうか、それは今どこに焦点を当てて取り組んでおるかということによるということです。正しいところに焦点を置いての精進であるならば、正しい繁栄が得られるということです。どうぞよろしくお願いいたします。